MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーの桜井よすこがお伝えいたします。韓国では、旭日旗を、日本の辞書に載っていない、戦犯旗と言っています。韓国の国会は、9月30日、2020年東京オリンピック・パラリンピックの際に、旭日旗の競技場への持ち込みを禁じる措置を国際オリンピック委員会、IOC や大会組織委員会に求める決議を採択しました。そして、この異常ともいえる決議に対して自民党は、抗議のための決議を調整していましたが、現在は保留していると、産経新聞11月28日付で記事を掲載。一部割愛してお伝えいたします。自民党が、来夏の2020年東京五輪パラリンピックの競技場に、旭日旗の持ち込み禁止を求める韓国国会の決議に対し、抗議する内容の決議を検討していることが28日分かった。複数の党関係者が明らかにした。ただ、党内に韓国との外交に与える影響に配慮すべきだとの声があり、保留の状態が続いている。韓国国会は、9月末、旭日旗を軍国主義の象徴などと位置づけ、五輪競技場への持ち込みを禁止するよう、国際オリンピック委員会、IOC や大会組織委員会に求める決議を賛成多数で採択した。これに対し、自民党の江藤誠志郎外交調査会長が、抗議のための決議を提案。日韓軍事情報包括保護協定、GSOMIA執行直前のタイミングだったため、党幹部から慎重論が出て、一時差し止めとなり、現在も保留されている。党内からは、日本は、GSOMIA で外交的に勝利した。あえて傷口に塩を塗る必要はないという意見がある一方、党が黙っていては、旭日旗に関する韓国の言い分を認めたことになるとの不満も漏れる。旭日旗に関して、こんな馬鹿げたことをしているのは、世界中で韓国だけですよ。それに、他国を巻き込もうと、必死に、韓国独自の解釈を吹聴して動き回っていますね。この番組を見てくださっている方々は、ご存知と思いますが、そもそも、韓国が旭日旗を問題視し始めたのは、2011年サッカーアジアカップで、韓国の選手が、日本に対して差別的パフォーマンスを行ったことが発端です。2011年以前は、全く問題になっていませんでした。2009年に開催された WBC、ワールドベースボールクラシックで、日韓戦は、全部で5回行われましたが、その試合中で旭日旗が振られていました。当時、韓国から旭日旗に関してクレームは一切ありませんでした。しかし、自民党内で、あえて傷口に塩を塗る必要はないと甘いことを言っている議員がいたり、党幹部から慎重論が出ることに憤慨します。この件は、早急に抗議する内容の決議を採択していただきたいです。二階ちゃんたちが反対しますよ。MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。